今高校生ですか。中学生の時に税金の勉強を学校でしたと。この国の政治の中で数十年続けられてきたこと、税金の流される先、予算がつけられる先ってどんなもんだって考えたら、やっぱりどれだけ私たちを応援してくれましたかということとバーターになるんですよ。今自分は高校生なんですけど、中学生の時とかに税金の使い方を勉強して、で中学生の時に税金も上がったりして、でも実生活的にその日本が良くなってるなと思わなかったりしてて、で山本太郎さん的に一番日本国民がいいと思える税金の使い方を教えてほしいです。今高校生ですか。中学生の時に税金の勉強を学校でしたと。でその税金の使い方っていうものを考えた時に、何が一番、どのような使い方をするのが国民のプラスになると思うかということのお尋ねだと思います。ありがとうございます。国家の財源ということを考えた場合に、これ税金というふうに考えちゃいそうになるんですけど、これ税金だけではございません。国には通貨を発行する通貨発行権、そのような能力があるわけですから、当然税のみならず他にも財源は作っていけるということが一つ付け加えてお話ししたいと思います。でどういったことにお金を使うべきなのかってことなんですけれど、今この国の政治の中で数十年続けられてきたこと、税金の流される先、予算がつけられる先ってどんなもんだって考えたら、やっぱりどれだけ私たちを応援してくれましたかということとバーターになるんですよ。例えばですけれども、一番自民党っていうのはこの国の中において一番政権与党に座り続けている時間が長いわけですね。途中で民主党みたいなものに変わったことありますけど、ほんの数年なんで、この国の政治始まってから、戦後始まってから多くの期間政権与党として、その座にいるのは自民党がほとんどなんですよ。で自民党を支えているものは何だっていう話なんですけれども、もちろん統一教会だったりとか、アメリカ CIA から金が出てるっていう話は事実なんです。これはもう公文書の中にも残ってるから本当だから。でもそれは置いといて、日本国内で誰が一番自民党を応援してますかってことを聞かれれば、当然この国の一番大きな経済団体になるわけですよ。日本経済団体連合会、経団連ってやつ。どこに予算をつけますかって考えたら、経団連周りにお金が流れていくようなことが結構大きくあるってことなんです。一番わかりやすく言うならば、例えば三菱重工だったりとか、そういう重工系に対して、これ今むちゃくちゃ大きなバブルが来てるんですよ。どうしてかって言ったら、軍事をでかくするぞっていうことになったんで、数年の間に43兆円もの規模の予算をつけることになった。だからこの国の人、金、物というものには限りがあるんですよ。無限ではないってことです。それを考えた時に、莫大なお金を一番重工業系が儲かるようなことに流しちゃうっていうのは、これ問題があるんです。どうしてか、今お金を投入するんだったら、もっと違う分野にも投入していかなきゃいけないからって話を今からしたいと思います。端的に言えば、何か、この物価が上がっている中で主だったものが2つあります。1つ食料、もう1つエネルギー。この2つの分野が日本のウィークポイントというか、ボトルネックになっちゃうんですよ。弱点なんですよ。つまりは輸入に頼らなきゃいけないっていう現実があるってこと。だからできる限り国内生産をしていけるような状態に持っていくために、お金を流していかなきゃいけないねってことなんですね。例えば農業で言うならば、自国内で生産できる食べ物っていうのは限られてるんですよ。食料自給率みたいなものを見たとしても、これは4割とか切っちゃう程度。つまりは多くを海外に頼っちゃってるから、何かあった時に食料止まったら日本終わっちゃうんですよ。真っ先に日本国内で終わるのはどこですかって言ったら、都会なんです。作ってないから。地方自治体とか東京以外のところを甘く見てる人たちいるけど、とんでもない。東京が存立できているのは地方都市があるから、地方の人たちが物を作ってくれて、送ってくれるから生活できてるんですよ。話戻ると、やらなきゃいけないことは何か、食料供給、食料生産の強化なんですよ。農家になりたいっていう人たちを大勢集められるような政策に転換していかなきゃダメなんです。今はもう多くが高齢者なんですね。この先もう先細りなんです。でも国が何考えてるかって言ったら、いいやん別に、海外から買えばいいねんからって考えてるんです。でもそれじゃまずいんです。逆に言ったら、日本の弱点を握られたままになっちゃうってこと。国内で最大限作れるようにするためには、どのような転換が必要ですかってことなんですけど、それは
農家の方々が作った分だけ全て国が買い取ります。全量買い取り。作れない時にもこれぐらい作れてたはずだよねっていうことで穴埋め国がしていく。肥料が高くなった、燃料が高くなったっていう時には国が穴埋めしてくれる。逆に言ったら、あ、農家になったら一番生活安定するよなっていう仕事になれば、これは当然労働者移動、労働者移転が始まるきっかけになるわけですね。そのような考え方で、例えば、ケア労働、介護、今介護ってどんな仕事ですかって言ったら現場の両親だけで支えられてる仕事なんですよ。全部の産業の100万円ぐらい、これ給料少ないんです。人手が足りないって当たり前なんですよ。むっちゃきつい仕事なのに給料むっちゃ安いから、人新たに入ってくるのなんてなかなか見つけられないし、入ってきてもすぐ辞めちゃうんですよ。でも考えてみてください。今高齢者の人たち、もちろん大変だけれども、次高齢者になるのは私たちなんですよ。おそらくあなたのお父さん世代になるのかな、そのちょっと上、おじさんとかの世代がどんどん高齢者になっていく。それを考えたとしたら、当然これは伸びしろのある投資するべき分野として、ここはお金を使っていかなきゃダメなとこなんですよね。で、ごめんなさい、あとエネルギー分野って話しましたね。この物価高で苦しんでいるのには大きく2つありますよ。エネルギーと食料、食料の話はした。じゃあエネルギーはどうですかって考えた時に、当然この国エネルギー自給できませんよ。それを考えたらやっぱり輸入がベースになるんですね。輸入がベースになるときに、じゃあ、これを例えば、まあ、原子力だって輸入ですから、ウラン輸入しなきゃ始まらないわけだから、それをリサイクルするとは言ってるんだけども、この地震の多い国ではなかなか難しいんですよ。じゃあどうするんですかってことなんですけど、今は基本は火力でいくしかない。それと並行で自然エネルギーも拡大していく。自然エネルギーを拡大する理由としては何かって言ったら、だって無料だもんねってことなんですよ。調達料が無料なんですよ。これって全然もうそれだけで20兆円、おそらく年間20兆円ぐらい変わっちゃうんですよね、話が。じゃあ別のところに振り分けられるやんねって話になるってこと。ただ一つウィークポイントがあって、貯めるのが難しいっていう部分があるから、これはつなぎとしての火力発電、しかもその中でも環境負荷が少ない天然ガスなどを使いながら自然エネルギーを拡大し、蓄電池などにも研究にガンガン投資していくということを並行してやっていく。逆に言えばそういう分野っていうところでどんどん仕事を作っていけるわけですね。自然エネルギーっていうのは、日本は1990年代は先頭に近いところ走ってたんですけど、どんどん衰退していくんですよ。なぜかというと原発にこだわりすぎてるからなんです。逆にこれだけ地震の多い国で続けるのは非常にリスク。逆にそれを手放してバーターとして産業界に対して自然エネルギーに移行しろと、国も応援するということをしたら大きなマーケットが手に入るんですよ。出ますかね。世界の自然エネマーケットには莫大なお金が流れ込むんですよ。これ IEA の、データ元にしてるんですけれども、2030年までに年間約5兆ドル、だから750兆円ぐらいになるのかな。2050年までには年間 4.5 兆ドル、まあ、つまりそれぐらいの巨額のお金が毎年700兆円から500兆円ぐらいのお金が毎年マーケットにぐるぐる回るんです。で、今どうなってますかって言ったら、日本は指加えて見てるだけなんです。買わせてもらうだけ、中国からヨーロッパから買わせてもらうだけ。こんなバカな話ないよ。取りに行かなきゃ、もう手遅れだよ日本の自然エネルギーなんてって、とんでもない。だったらどうして半導体やるんだよって。半導体はやるけれどもこっちやらないなんてありえないよ。こっちに目につけなきゃダメだよってことですよ。これだけ世界で莫大なお金が動くわけだから、そこを取りに行くっていうことを、原発をやめることとのバーターで、これは経済界産業界とも話をしていく必要があるだろうと。話を戻すと、食料、エネルギー、ケア産業、他にも例えばですけど、学びたいという人たちに対して学費は無償化する。これ重要です。ちなみに大学院卒業までこれ教育無償化にするんだったら、あと5兆円なんですよ。出せよって話なんですよ。軍備増強しますっつってアメリカから大量の武器買うことと、国内の重工業たちに対して金をばらまくってことをやるんだったら、そのどうして5兆円が出せないんだよって。未来への投資だろって。重要なことをやらずに自分たちのやりたいこと、票と金を守ることだけに金ばらまくっておかしいじゃないですか。この30年は人間に対しての投資というものが多く行われてこなかった。特定の者たちに対して金を横流しする規制緩和を続けるということの30年だった。結果国はどうなか、先進国から転落を続けた。そして国は貧困化した。
このような状況を変えていくためには人間に投資をすること、そして今本当に必要なところに伸びしろがある、これまで金をケチって出してこなかったところに金を入れていく必要があるというのが私たち令和新選組の考え方です。すいません、長くなっちゃって非常に重要な質問いただいたのでありがとうございます。